はい、こんにちは。ひだこチャンネルです。今日はですね、川崎にあるベースボールハウス川崎くじに来てますが、秋冬か、新しいスパイクが、ね、入荷したということで、新しい商品紹介したいと思います。どれの武蔵？この辺りのシューズが新しく新発売されたシリーズになります。2列？この2列ですね、はい。これ？です。全部で3種類、ターフシューズっつって、いわゆるアップシューズと、これがターフシューズですね。結構高めのイボイボが特徴で。確かに人工芝はこれの方がいい。全然いけると思います。試合とかでも使えるんじゃないかな。お？で、こちらがスパイク。アンダーアーマーが言うには、これ UA 史上最も快適なスパイクとアンダーアーマーを紹介してたんですけど、大きく特徴3つありまして、足入れ、あとは軽量性。確かに軽い。はい。あとは足裏の刃。これにもちょっと特徴があります。どうなってるの？これはデザインなんですけど。デザインなんで？はい。この青い部分はデザインで、一番特徴はですね、この刃の細さ。あ、確かに細い。細いんです。で、今までより刃の細さを。もう全然違う。はい。3割にしたと。30% 削減した。で、まあ、それによって刺さりやすくなって、まあ、グリップがすごく効きやすい。こう削ることによって軽量化に実現したという。一応そんな特徴があります。刃の軽さだけで言うと 30% 削減。あと、刃を軽くすることによって本数が増えました。本当や。位置もちょっと変わったね。そうですね。まあ、よりこう、外側に配置することで安定した設置が得られるっていうところですね。一応今回のマイクロチップスの特徴になります。何マイクロチップス？マイクロチップス。まあ、これ商品名なんですけど、まあ、英語でこの刃のことチップって言うんですけど、うん、これがより細くなった。ミニより下のマイクロっていう特徴があります。もう一つが TPU ですね、これは。金属じゃなくて樹脂タイプの刃。ポイントだね。ポイント、いわゆるポイントスパイクですね。これも、今までのポイントスパイクが、一番下にあるんですけど、はい。ほら。まあ、これと比較すると結構刃の高さがアップして、まあ、よりグリップ性が高くなったっていうのが結構特徴になってます。あと刃が減った？こっち。減ったんですけど、前までの TPU でちょっと言われてたのが、うん、この部分がちょっと飽きすぎて、うん、なんか物足りないっていう。なるほどね。選手からの声があったのに対して、まあ、この真ん中の部分に関しても、こう、グリップが効くポイントができたっていうのと、あとこの刃自体の高さもアップしたっていうのが。高さ全然違うね。はい。なので、より。確かにこう、これ使ってたフラグ選手も、ちょっと滑る感じあるなっていうふうに言われてたもんね、はい。それが結構改善されてるモデルになってます。この TPU の特徴として、やっぱ滑りやすいっていうのがあるんですが、うん、この刃の高さとかを調整することによって、TPU だけどしっかりグリップが効くというのが、このマイクロチップス TPU の特徴です。なるほどね。両方フルレングスミッドソールなので、足への負担も軽減される。つま先までクッション性があるってことですか？はい。カラーが？カラーが、この金属刃の方が紺一色。紺一色なの？はい。TPU が青と赤。お、いいね、カープカラーこれ。はい。カープカラー。こう、カラーでも結構目立てるんで。これ裏もいいね、これ。はい。ちゃんとほら、ね、TPU の。そうです、ね。スケルトンなのに赤がちょっと入って。はい、デザイン的にも結構かっこいいっていう。うん、いいね。で、アンダーマーこのデザイン的にこだわったところが一つあって、うん、このもう文字で、この商品はどういう特徴があるっていうのが一目でわかる。うわぁ、英検力級したから俺わからん。一応トラクション、コンフォート、レスウェイト。まあ、トラクションっていうのはグリップ力ですね、いわゆる。うんうん、と、コンフォートも快適に履ける。軽くなりました、レスウェイト。で、快適性を一応支えるのがこのアッパーのこのメッシュ素材。まあ、メッシュ素材をすることによって、足が蒸れずに着用できるというところと、あとこのかかと部分中にこうプラッシュポケットって書いてるんですけど、結構こう厚めのクッション使ってるんですよ。なので履いた時に足入れ感っていうのがすごい、ね、はい、フィット性が増すような作りになっていて、まあ、それが快適性を繰り出して生み出しているというような感じです。こっちは、そっちはよりターフシューズと呼ばれる芝での着用に向いたようなソールになってます。人工芝？人工芝ですね。人工芝、まあ天然芝もそうですけど。天然芝はいける？はい。だから、まあ、ゴルフにもいけそうやな。ゴルフ全然いけると思います。いけそうやな。全然いけると思います。ゴルフにもいけるし、あとまあ、基本的には練習とかアップで着用してもらうっていうのが、基本的な。はい。まあ、人工芝で試合であれば、特に外野手とかは全然これでも試合使えるかなと思います。カラーが3種類。カラーは、はい。こちら3種類。赤。スパイクだけ1種類の、はい、でポイントが2つ。ポイントが2つ。なるほどね。入ってみよう。お、もうこの辺で違うね。柔らかいね。なるほど。クッション性が。はい。
もうこの辺でわかるよ。この辺で。吐きかけの時に。うん。はい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 。メッシュが柔らかいね。はい。柔らかくてこう包み込んでくるね。うん、で、かかともさっき言った。ブラッシュポケット。ブラッシュポケット。はい。ここやな。はい。ここと、このメッシュでこう、キュッて包み込んでくる、ね。もう多分足入れだけで。ああ、軽い。お、これは軽いぞ。軽い軽い。ああ、なるほどね。そういう系ね。どうですか、このグリップ感とか結構感じますか？芝の掴み具合というか。ああ、なんかサクッと入るよ。はい。やっぱりさっきも言ったけど、かかとのこの包み込む感じと、こっちがね、やっぱメッシュで、こう動きに対して自由自在にこう、包んでくれる感じがある。すごい柔らかい。お乳だけど柔らかい。はい。もう馴染んでる感じありますね。サイドの動きが多いじゃないですかね。はい。ピッチャーもそうだけど、ヤシも、こう、くっつくの時に入りがいいのと、あとこっちでしっかり包んでくれる。うんうんうん、横打ちするかなと思ったけど、意外ここで、キープしてるのかな。うん、しっかりサポートしてくれます、ね。この辺はね、自由自在に動く。ここがしっかり、ここ、あ、硬いね。はい。ここでしっかり横のブレを押さえてるかもしれない。ない次は、じゃあ反対の足で、TPU の。ポイントのは軽いかい？軽いと思います。あ、こっちサクサクだけど、うん、あ、こっちは、ポイントの軽いね。うん。そうですよね。高さがあるからな。はい。引っかかるよね。前よりは。うん、ポイントでさ、人工芝やったらズルっていきそう。そうですね。行きがちなので。行きがちやしさ、今の球場って人工芝ちょっと長いやん。はい。皆さん的にはどっちの方が？この歯の方がいいかもしれない。ああ。まあ本当そこは好みとあとはポジションとかにもよるかもしれないですね。うん、新しいスパイク。紹介してきましたけども、あの足入れもいいしクッション性もあって引っかかりもあってっていう感じで、もちろん軽量性もあってっていう感じなんで、ぜひね、あのよかったら使ってみてください。あとあのこれのねズバリのスパイクあれなんですよ、ソフトバンク勢の3人マッチ、ギータ、ケンタもうこれ履いてるんですよ。おちょっとね今から秋になってくるけど、夏はね暑いじゃないですか。スパイクでソフトバンクのスパイクって黒なんですよ。彼らからちょっと要望あって、練習だけでもこうちょっとね白が入ったスパイクを履きたいということでこれを収めたんですよね。でマッチとかも今練習では使ってるんですけど、もし球場行った時マッチとかがあらなんか白いスパイク履いてるなと思ったら多分これのことなんで、草野球とかされる方、まあ、高校生ももちろんですけど大学生ももちろんですけど、まあ練習だけでも使えるならこういうスパイク履いてこういうのでパフォーマンス上げてしっかり練習してほしいなというふうに思います。